こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本も F-35A ステルス戦闘機の導入が進んでいる。大きな買い物といえる F-35A だが、なんととんでもないニュースが飛び込んできた。韓国の F-35A ステルス戦闘機は、どこで整備補給考えているのか？日本以外だな。詳しい情報をキャッチしたので、紹介しよう。2020年7月、日本の愛知県西春日井郡豊山町にある三菱重工業の小牧南工場が、航空自衛隊も調達を進めている F-35 ライトニング2戦闘機の重整備も実施可能な拠点として稼働することが報じられた。この三菱重工業小牧南工場は、すでに2015年12月に F-35 ライトニングに戦闘機用の FACO ファイナルアッセンブリー&チェックアウト施設、要は最終的な組み立てや検査を行う拠点として運用されてきた。今回の重整備可能な拠点化とは MRO&U、メンテナンス・リペア・オーバーホール&アップデートと呼ばれ、先の FACO と並行して三菱重工業小牧南工場がこの両方の機能を獲得したことを意味する。ちなみに FACO は日本の三菱重工業の小牧南工場以外には、本国アメリカのテキサス州フォートワース工場とイタリアのカーメリ工場の2つしか、全世界でも存在しない稀有な工場となっている。一方で MRO&U はアメリカ本国とイタリア、日本、オーストラリアの4拠点への設置が決定しており、それぞれが近隣諸国の F-35ライトニング2戦闘機の重整備を受け持つことで計画が進められている。ここで UF-35 ライトニング2戦闘機の重整備とは、エンジンの完全分解を伴うオーバーホールや、運用で発生した破損箇所の修理、プログラムソフトの更新など、電子機器満載の同機に必須の整備だ。これらを行う拠点をアメリカが限定して設置させているのは、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の持つ高度な軍事機密を保持し、所有国の恣意的な機体へのアクセスを制限する対策でもある。ただし、これまでのバックオーダーまで数えれば、全世界で延べ5000機にも上るベストセラーになった F-35 ライトニング2戦闘機は、今後、ますます、その数が増加すれば、MRO&U 拠点自体の増設も検討される見込みだ。この場合の新たな MRO&U 拠点の候補地としては、イギリスやノルウェー、そして、オランダなどのヨーロッパが想定されており、やはり、F-35 ライトニング2戦闘機の導入機数に比例したものだと言えそうだ。しかし、今現在、F-35 ライトニング2戦闘機の MRO&U 拠点の問題が表面化しているのは、アジアの一国である韓国であり、これまでに韓国は、同機の採用を40機しか確定していないが、異論を唱えている。そのため、三菱重工業の小牧南工場が MRO&U 拠点として
稼働開始したとの報道において、同拠点の整備対象となるのが日本はもちろん、在日アメリカ軍や韓国の機体も含むと報じられたことにすぐさま反発した。これは防衛庁の同内容の発表を受けた NHK の報道に対して韓国空軍が示したもので、同空軍の F-35 ライトニング2戦闘機の重整備をどこの MRO&U 拠点で行うのかを判断するのは韓国自体だと訴えたものだ。ここにおいて韓国空軍は日本からもアメリカからも三菱重工業の小牧南工場を MRO&U 拠点として使用するよう申し入れはされておらず、あくまで日本でそれを行う前提ではないことを強調した。すでに2014年の時点の一部の報道では、日本の三菱重工業小牧南工場を MRO&U 拠点として使用することを拒否していた韓国は、自国の F-35 ライトニング2戦闘機をオーストラリアに持ち込むとしていた。オーストラリアの MRO&U 拠点はウィリアムズタウンに設置されているが、もし仮にそこに持ち込むとするとなると、実に韓国からは片道で約8500キロのも距離となり、グアム島経由でほぼ3日がかりの行程となる。さらに韓国からアメリカのテキサス州フォートワース工場までは片道で軽く1万キロを超えており、オーストラリアよりもさらに遠距離となるため、アメリカ軍がその経済合理性のなさを指摘している。それでも韓国がガンナに自国の F-35 ライトニング2戦闘機を日本の三菱重工業小牧南工場での MRO&U の対象先拠点として承諾しようとしないは、韓国内の大きく2つの世論が理由だと考えられてる。一つは、日本の MRO&U 拠点の運用企業が韓国が先般企業と揶揄する三菱重工業であること。二つ目は、韓国が勝手に仮想敵だと決め込んでいる日本に、自国の最新鋭戦闘機の重整備を預けられないという意見だ。どちらも最終的には日本に対する韓国そのもののプライドだけの問題のような気もするのだが、F-35 ライトニング2戦闘機用の大元の製造企業であるロッキード・マーチン社は別の案も示しているという。これは日本やオーストラリアなどと同様に、韓国が自国の F-35 ライトニング2戦闘機に限定したメンテナンスの権限を取得し、独自の整備施設を自己負担で建設、運用したらどうかというものらしい。ここで必要となるコストは、オーストラリアの MRO&U 拠点の建設から2050年までの想定金額からおよそ750億円以上と見積もられており、この金額の投資を右から左には韓国も決めかねている模様だ。